相手は陸上人類最速ボルトだ。サニブラウンだ。日本そして世界から好記録連発です。まずは世界記録保持者ウサイン・ボルトが今シーズン2度目の 100m に出場しました。4レーンボルトスタートしました。まだ並んでいます。並んでいる。ここから出てきました。ここから出てきた。伸びていく。9秒98、今シーズン初めての9秒台をマーク。前人未到のオリンピック3連覇へ調子を上げてきました。上げてきたね。Definitely, I'm definitely going to win in New York. For me, as long as I get everything right and everything goes smoothly, I should be okay. You know what I mean? そして大阪では昨年ボルト越えを果たした高校生サニブラウンが社会人の大会に異例の参戦。狙うは代表選考で優先される派遣設定記録20秒28。スタートしました。社会人相手です、ね、その中で高校生のサニブラウン、社会人相手に現在先頭に立っている。これは社会人の大会です。その中で高校生のサニブラウン、高校生がダントツぶっちぎり。さあタイムはどうか。20秒96、派遣記録突破とはなりませんでしたが社会人選手を圧倒。それでも連戦の疲れからか、きつい。埼玉ではロンドンオリンピック 100m 代表の山形亮太が圧巻のレース。先日行われたゴールデングランプリで桐生を破り日本人トップの2位。2大会連続のオリンピックへ狙うは参加標準記録10秒16。スタートしました。またいいスタート、いいスタート決まってる。終わりは藤光、すごい伸びてくる、伸びてくる。さあ記録は10秒08、今シーズン日本最高。オリンピック参加標準記録を突破しました。9秒台というかもっと自己ベストぐらい出さないと世界戦えないと思うんで、まあ、出れることになったら自分をぶつけて世界と勝負したいと思います。さらにジャマイカ人の父を持つケンブリッジアスカ、もう上半身が違う、ね、いいスタートを切れました。出ている、伸びている、すげえすげえ、異次元の走り、異次元、異次元。ケンブリッジタイムは10秒1、9秒出ちゃったと思っちゃったね、うん、今の感じ。こちらも参加標準記録を突破しオリンピック代表争いへ名乗りを上げました。これは来月の24日日本選手権後代表が決まります。大変だ、ずっとここまで来たなっていう感じですかね。楽しみだね、ね、陸上もね、陸上も、ね、リオオリンピック出場を目指す陸上の桐生祥秀選手が関東学生対抗選手権に出場。男子 100m 決勝で日本人初の9秒台を目指す桐生選手でしたが、向かい風 1.4m の悪条件に泣かされ10秒35でゴール。夢の9秒台は次のレースへ持ち越しです。だん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 進化してきてると思ってるんで、まあ、次の大会ではまあ、追い風とか、まあ、風なかったらしっかり行きたいと思います。続いては陸上人類最速ボルトだ。サニブラウンだ。日本そして世界から好記録連発です。まずは世界記録保持者ウサイン・ボルトが今シーズン2度目の 100m に出場しました。4レーンボルトスタートしました。まだ並んでいます。並んでいる。ここから出てきました。この中で高校生のサニブラウン、社会人相手に現在先頭に立っている。これは社会人の大会です。その中で高校生のサニブラウン、高校生がダントツぶっちぎり。さあタイムはどうか。20秒96、派遣記録突破とはなりませんでしたが社会人選手を圧倒。それでも連戦の疲れからか、きつい。埼玉ではロンドンオリンピック 100m 代表の山形亮太が圧巻のレース。先日行われたゴールデングランプリで桐生を破り日本人トップの2位。さらにジャマイカ人の父を持つケンブリッジアスカ、
もう上半身が違う、ね、いいスタートを切れました。出ている伸びている、すげえすげえ、異次元の走り、異次元異次元、ケンブリッジ、いや最後はちょっとこれ10秒19秒出ちゃったと思っちゃったね、うん、今の感じ。こちらも参加標準記録を突破し、オリンピック代表争いへ名乗りを上げました。これは代表、来月の24日日本選手権後代表が決まります。大変だ、ちょっとここまで来たなっていう感じですかね。2大会連続のオリンピックへ狙うは参加標準記録10秒16、うん、スタートしました。またいいスタート、いいスタート、超低低終わりは藤光、すごい伸びてくる伸びてくる、いいさあ記録は10秒08、今シーズン日本最高、オリンピック参加標準記録を突破しました。10秒台というか、もっと自己ベストぐらい出さないと世界戦えないと思うんで、まあ、出れることになったら自分をぶつけて世界と勝負したいと思います。ここから出てきた、伸びていく、10秒98、今シーズン初めての9秒台をマーク、前人未到のオリンピック3連覇へ調子を上げてきました。上げてきたね、本当。Definitely, I'm definitely going to win in New York. For me, as long as I get everything right and everything goes smoothly, I should be okay. You know what I mean?そして大阪では昨年ボルト越えを果たした高校生サニブラウンが社会人の大会に異例の参戦、狙うは代表選考で優先される派遣設定記録20秒28、スタートしました、社会人が相手です、その中10秒08、今シーズン日本最高、オリンピック参加標準記録を突破しました。10秒台というか、もっと自己ベストぐらい出さないと世界戦えないと思うんで、まあ、出れることになったら自分をぶつけて世界と勝負したいと思います。さらにジャマイカ人の父を持つケンブリッジアスカ、もう上半身が違う、ね、いいスタートを切れました、出ている伸びている、すげえすげえ、異次元の走り、異次元異次元、ケンブリッジ、いや最後はちょっとこれ10秒19秒出ちゃったと思っちゃったね、うん、今の感じ。こちらも参加標準記録を突破し、オリンピック代表争いへ名乗りを上げました。これは代表、来月の24日日本選手権後代表が決まります。大変だ、ちょっとここまで来たなっていう感じですかね。楽しみだね、陸上もね、陸上も、ね、リオオリンピック出場を目指す陸上の桐生祥秀選手が関東学生対抗選手権に出場。男子 100m 決勝で日本人初の9秒台を目指す桐生選手でしたが、向かい風 1.4m の悪条件に泣かされ10秒35でゴール。夢の9秒台は次のレースへ持ち越しです。だん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 進化してきてると思ってるんで、まあ、次の大会ではまあ、追い風とか、まあ、風なかったらしっかり行きたいと思います。続いては陸上、人類最速ボルトがサニブラウンが日本そして世界から好記録連発です。まずは世界記録保持者ウサイン・ボルトが今シーズン2度目の 100m に出場しました。4レーンボルトスタートしました。まだ並んでいます、並んでいる、ここから出てきました、ここで高校生の続いては陸上、人類最速ボルトがサニブラウンが日本そして世界から好記録連発です。まずは世界記録保持者ウサイン・ボルトが今シーズン2度目の 100m に出場しました。4レーンボルトスタートしました。まだ並んでいます、並んでいる、ここから出てきました、ここから出てきた、伸びていく、9秒98、今シーズン初めての9秒台をマーク、前人未到のオリンピック3連覇へ調子を上げてきました。上げてきたね、Definitely, I'm definitely going to win in New York. For me, as long as I get everything right and everything goes smoothly, I should be okay. You know what I mean? Yeah.
そして大阪では昨年ボルト越えを果たした高校生サニブラウンが社会人の大会に異例の参戦。狙うは代表選考で優先されるハカネブラウン。社会人相手に現在先頭に立っている。これは社会人の大会です。その中で高校生のサニブラウン、高校生がダントツぶっちぎり。さあタイマーどうか。20秒96、派遣記録突破とはなりませんでしたが、社会人選手を圧倒。それでも連戦の疲れからか、きつい。埼玉ではロンドンオリンピック 100m 代表の山縣亮太が圧巻のレース。先日行われたゴールデングランプリで桐生を破り日本人トップの2位。さらにジャマイカ人の父を持つケンブリッジアスカ、もう上半身が違う。いいスタートを切れました。出ている、伸びている、すげえすげえ、異次元の走り、異次元、異次元。ケンブリッジ、いや、タイムはちょっとこれ10秒10、9秒出ちゃったと思っちゃってね、今の感じ。こちらも参加標準記録を突破し、オリンピック代表争いへ名乗りを上げました。これは大丈夫、派遣設定記録20秒28。スタートしました、社会人相手です。その中で高校生のサニブラウン、社会人相手に現在先頭に立っている。これは社会人の大会です。その中で高校生のサニブラウン、高校生がダントツぶっちぎり。さあタイマーどうか。20秒96、派遣記録突破とはなりませんでしたが、社会人選手を圧倒。それでも連戦の疲れからか、きつい。埼玉ではロンドンオリンピック 100m 代表の山縣亮太が圧巻のレース。先日行われたゴールデングランプリで桐生を破り日本人トップの2位。2大会連続のオリンピックへ狙うは参加標準記録10秒16。スタートしました。またいいスタート、いいスタート。隣は藤光、伸びてくる。